ここにもそうなんです、エイズがおるけんっていうことで、じゃあ一緒にどうぞっていうのが、これあおちゃんです。あおちゃん、ちょっとだけ、あおちゃん随分な慣れてらっしゃる。そう、人が大好きなんですよ。でもリリースできないくらい人懐っこいので、撫でてあげてください。いいんですか。そうなんです。強めのグリグリが大好き。強めのグリグリが大好き、はい、ここ強めのグリグリなおちゃん。お名前はなおちゃん。あおちゃん。あおちゃん、今日はどちらから参加ですか。西条市です。何かあの団体で活動されてるの。はい、市民活動支援センターに登録している NPO 動物愛護団体レイジー西条っていう団体名で活動してます。はい、あの西条の方ではどうですか、エイズ猫ちゃんとか譲渡会の状況は。譲渡会っていうものがそもそもなくて、で我々の団体がその譲渡会じゃなくて保護猫を知ってもらうためのマルシェを定期的に開いてて、そこであのこういう猫ちゃんを、個人ボランティアさんの猫ちゃんを集めてさせていただいている感じなんです。そもそも譲渡会がない地域です。それで松山まで。そうですね、エイズのリンゴ猫っていうワードがまだ西条新居浜で根付いてないので、もしかしたら松山だったら家族が見つかるかもしれないって思って参加させていただきました。リンゴ猫の可愛さをみんなに知っていただけるとありがたいです。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。猫エイズキャリアの猫だけの保護猫譲渡会、題してリンゴ猫ちゃんだけの譲渡会。どんな譲渡会なのか見に行ってみましょう。リンゴ猫ってどういうこと？ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。松山市空港通りの春屋書店のお向かいのこのビルの1階でリンゴ猫ちゃんだけの譲渡会が行われています。こんにちは。こんにちは。はい。今日はお外ですね。そうです。中がエイズ猫ちゃんなので。ああ、ご協力いただいて。息が困らない。ちょっと待ってください。こんにちは。何ですか、そのすごいシャツでしょ。 T シャツ、私のための T シャツやなと思って買ったんですよ。素晴らしい。もう毛まみれなんですけど、ご犬様のために私は身を粉にして働いております。それしかない。ラッパンコでも。しかない。ちょっとくるっと回ってポーズお願いします。素晴らしい。よろしくお願いします。
つもは中ですけど今日は外ですね、はい、そうなんですよ、はい、今日は中はちょっと繊細なリンゴ猫ちゃんっていう呼ばれるエイズキャリアがある子たち、猫のエイズキャリアを持っている猫ちゃんだけが今日中にいるので、うん、とても繊細さんなので、はい、ちょっとワンコちゃんにはちょっとドキドキしてしまうので、ちょっとしたストレスでも体調変化になったりするので、はい、今日ひたきぼのワンコたちはここです。でも涼しいんでね、大丈夫な。風通しが、はい、雨も上がりましたね。そうなんですよ、雨も降ってないし、風もあるしで、今日はなんとかやれそうです。はい。また可愛い子がいっぱい。そうなんですよ、やっぱりね、飼い主が可愛いとみんな可愛くなってきちゃって、困った、飼い主が可愛いと。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リンゴ猫ちゃんだけの譲渡会となってます。リンゴ猫とは、まあ、エイズ、猫エイズキャリアの方ですね、はい、猫エイズだけを集めた譲渡会となってます。どうしてまた。そうですね、一般の普通のエイズじゃない子たちと一緒にするにはちょっとストレスとかそういったことが関わってくるので、短時間で猫、ね、エイズちゃんたちのことを知ってもらいたくて、その猫エイズだけの譲渡会っていうのを始めました。珍しいですね。そうですね、初めて聞きました。そうなんです。猫エイズとは猫免疫不全ウイルスと呼ばれるエイズウイルスによって感染します。猫同士の激しい喧嘩や交尾などによって感染することが多く、人には移りません。ストレスや体調に注意をしていれば、発症せずに天寿を全うする猫も多いそうです。さて、今日はどんなリンゴ猫ちゃんに会えるかな？飼うときに何か気を使った方がいいことってありますか？そうですね、まあ、普通の猫ちゃんと飼い方は一緒なんですけども、ただストレスがなるべくかからないように普段から気をつけてあげる、あとフードもできるだけいいものをあげるとかしてあげることでエイズの発症を遅らせることができるんじゃないかなとは思います。免疫力を高めるというか。そうですね、はい、そういうサプリとかもあるので、一般のご家庭で飼われるんだったらそういうのも病院とご相談されてされるのもいいかと思います、うん、じゃあタマちゃん、ね、どんな子ですか？タマくん、めちゃくちゃ懐っこいです。もうなんかもみもみしてますけど、ね、触ってほしくて。本当ですか？しょうがない、もうほらお尻上げてるし。そんなに。めっちゃ人大好きなんですよ、人が。リンゴ猫ちゃんって人懐っこいですよね。そうですよね、それこそエイズのウイルスの中にそういう作用があるんじゃないかと思うぐらい。いやもうおすすめは今から布しか見えない。いや見えないんですけど、これどうして布をかぶる？この隠れてるだけなんです。擦れてるんです。かわいいね。ちょっと年齢はもう7歳ぐらいになるのであれですけど、人が好きなんです。で、猫とは今は割と丸くなったんで、本人が他の猫ともうまくいきますけど、最初は結構新しく入った子には結構かかっていってましたね。猫同士ちょっと。そうですね、はい、今はもう全然人間と一緒で年齢きたんで丸くなってます、はい、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。
国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン男の子ですか？男の子です。どっしり感がすごい。そうですね。どんな性格？性格はね、まあ、ここに連れてきてる子はみんな人懐っこい子なんですけど、ちょっと離れて傍観する感じではあるんですけど、抱っこも好きなんですよ、この子。で、抱っこすると降りない。はい、香川県から。香川県からわざわざ。まだ子猫なんでね。あら、子猫ちゃん。うん、子猫なんで、もしかしたら移転するかもしれないんですけど。あ、もうすでにエイズキャリアっていうチェックは、されたわけですね。発育検査ではそうなんですけど、しんのすけくんとひまわりちゃんっていう、あのクレヨンしんちゃんのご兄弟の名前を保護された方がつけてくださって。ちょっと長毛さん。そうですよね、長毛で可愛いんですよ。長毛じゃなくでもね、またあっちの子はあっちの子で素敵な色なんですけど。あのエイズ猫ちゃんだけの譲渡会って香川もあるんですか？いや、なかなか聞いたことがなくって、でなかなかやっぱりね、香川県でも全然エイズでもね、生きてはいけるんですけど、やっぱりこうなんかいろんな思いがねあるんでしょうね。保護猫ルームにいてもやっぱり元気な猫ちゃんから、ご家族が見つかる感じですかね。こんにちは。あ、こんにちは。今日はリンゴ猫ちゃんだけの譲渡会ご参加、はいね、はい、今日連れてきたのはどの子ですか？こっちにナッキーです。ナッキーちゃん。はい、この子は女の子です、はい、どういういきさつで保護されたんですか？はい、ですね、大洲市、西大洲に、シェルターを以前持っておりました。でその時に、西大洲のシェルターに野良猫で周りにいたんですけど、自分でシェルターの中に入ってきました。玄関を開けると、で懐っこくって、まあ、外のワンちゃんとも仲良くして、はい、自分がもう入ってきたいということで、はい、検査をしましたら、はい、エイズでした、はい、やっぱり保護する側としては、うん、エイズの検査結果が出ると、うん、あーっていう感じはありますか？うん、そうですね、うん、あるんですが、エイズの子って不思議とすごく懐っこくって、本当に性格のいい子ばっかりで、はい、なので、まあ、エイズでも全然普通の子と同じように、はい、幸せになれますので、はい、ナッキーちゃんはどんな性格ですか？うん、性格はそうですね、ものすごい甘えん坊です。うん、例えばどんなところが？もう人が大好きで、まあ、もうこうやって今手を入れてもすっごい懐っこいので、うん、もうとにかく頭をすりつけてきて、はい、もう全然知らん家にでも飛び込んでいくぐらい、野良の時から、はい、隣の人のシェルターの横の人のところにも入っていってました、はい、勇気のある子です。なんでエイズになっちゃったんでしょうね。人懐っこすぎてかな。そうですね、どうなんでしょうね。もう不思議と本当にみんな懐っこいので、うん、なんか懐っこい子をこう野良猫で見ると、もしかしたらエイズかもしれないなとか思うぐらい本当に性格がいい子ばっかりです。無理しないで、ね、年齢そんなことしたらいいか。はい、ナッキーいくよ。ちょっと待って、ちょっといくよ。はい、ナッキーいくよ。はい、こっち見て、えいえい、おー、もう嫌がってますね、絶対。ごめんね、ナッキーちゃん。どうしたん？いやね、ごめんね、はい、もうね、いやね、ごめんね。私は猫好きなんですけど、嫌われるんです私は猫に嫌われます。すいません、しつこいわただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。
物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。もう固まっとるぞ奥で。お邪魔します。はい、こんにちは。シャオルーさん。はい、こんにちは。リンゴ猫ちゃん紹介してください。いいですか。はい。じゃあこの人懐っこい子がレオくんって言って、はい、地元の多頭崩壊現場で保護した子で、はい、最初は TNR でリリースしとったんですけど、はい、どうもその餌やりのご夫婦の方が調子がおかしいっていうんで見に行ったらもう息がおかしくてもうすぐ病院連れてった。肺が真っ白で、それでもう慌てて病院でもう見てもらって、もう危ないかもしれんって言われて、じゃあもううちが引き取るって言って、うん、でこの状態です。今めっちゃ元気。その肺はどうだったんですか。真っ白だったんやけど、多分お薬で良くなったんでしょうね。それからまあ慢性的な猫風邪はあるんですけど、もうすごい元気、はい、元気ですね。そう、元気で本当はそこにいたんですけどね、ちょっとここのチャタ君が初めての参加でもう緊張してるんで今一緒にしてるんですよ。もともと一緒の部屋にいるんで気が紛れるかなと思うんで、うん、そういうことも気を使ってあげた方がいいですね。そうなんですよ、ちょっと息が荒いんでね。あ、なるほど。そうなんです。白チャトラちゃんはチャタ君は地元のホームセンターでご飯をもらってた子なんですけど、まあ去勢手術はされずにご飯だけその与えられてて、でちょっと手術しませんかっていうのでお声掛けして、はい、手術して保護したらものすごい人慣れしてて、あらら、これはもうちょっとリリースは危険だなということで保護したんですけど、うん、ウイルス検査したらエイズだって、うん、でもこういうところにしか出せなくて、うん、で今日初めての参加なんです。もっとドワーンとしてるのに家ではちょっと縮こまっちゃって、もう今日はもう緊張しちゃって、うん、もう家ではそんなことないんですよ。もう家ではどんな子ですか。もう食べるし追いかけるしこれ布をかけてるのは何か意味があるんですか。 あります。もうちょっとストレス軽減のために。ストレス軽減大事ですね。ハチ君、この子はねパルボになったんです。ハチ君お顔は可愛いんですよ。一瞬だけハチ君リカール。ハチ君、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 ちょっとふてくされてきてます。そう、もうなんかね、猫ちゃんここに猫ベッド置いてて、猫ベッドが下に入っちゃったんで、もう取り上げたんですよ。でこれ敷いたらこれの下にも入っちゃって、これも半分に折らせてもらって、もう泣く泣くした、仕方なくいる感じですね。ちゃおくん、こっちよ。チャオくんは隣町の方から相談を受けて、あ、かわいい。チャオくん避妊手術して里親さんを探す途中でエイズだと分かり、相談者さんもリリースするのもねちょっと長毛だしかわいそうだということで今預かってくださっとるんですけど、どうもやっぱ先住猫ちゃんにちょっかいを出してその子らがストレスを感じてるようなので、もう遊びたくてしょうがないんでしょうね。美猫さんですね。そう、男の子ですよ、チャオくん。綺麗な子なんですよ。すごい。優しいご家族が見つかればいいなと思って。うん。やばい、今だから許しよう。
んでるとかね。ちょっと最後にあのターンして決めポーズお願いします。わかりました。医者もくれてますけど。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。ここからは皆さんのワンちゃん猫ちゃんの動画や写真を紹介します。元気に散歩をしているのは渡辺さん家の丈太郎くん。電柱のマーキングを念入りにチェック。それにしても歩くの早いな。飼い主さんついていけてません。ん？この葉っぱは？匂いを確認確認。よし、異常なし。こちらも異常なし。ご近所パトロールご苦労様。丈太郎くん、初めてのご飯気に入ってくれるかな。くんくん、念入りにチェック。食べるんですか？食べないんですか？食べないんですか？食べんのかい。どうやら鼻でエアー砂かけをしているみたい。お気に召さなかったのでしょうか。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫ワンを応援しています。猫ワン。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。こちらは猫ワンコマーシャルでおなじみの大和動物病院の大和先生じゃないようですね。黒いお顔に白い尻尾が揺れています。塩沢さん家のメロウくん、大好きな海で、おっと、宝物を拾ったようです。泳ぎがとても上手なメロウくん、大きな木の枝をくわえて犬かき。さあもう一度トライ。
海が大好きなメロンくんでした。見えますか？田んぼのあぜ道を全速力で走る白い犬テト君。シラサギが田んぼに入って稲を踏んでしまうので、あぜ道を回ってシラサギを追っ払う訓練をしたそうです。テト君かっこいい。見つけられなかった方、今度はよく見てください。田んぼの周りを駆け抜ける白い犬テト君です。ちなみにテト君はこんなお顔。相棒のニーナちゃんも友情出演。この夏はタオルをかぶって乗り切りました。今度はルイさんちの猫のクッキー君。いつも日の当たる場所で昼寝をするのが趣味。マイペースの恥ずかしがり屋さん。この場所から町の安全を見守っています。このカゴの中身はオレオくん。人懐っこい、お膝の上も大好き。このオレオくんとクッキーくん、兄弟で駐車場で泣いていたのを保護したそうです。仲良しだな。最後はお風呂の蓋の上でまどろむ猫田さんちのみーちゃん。エアコンが効いていない日当たりのいいこの場所が好きなんです。暑くないのかな。なんて暑いでしょ。ここがいいの。え、なんて何、うん、暑いよ。ウェットフードを水で薄めて水分補給するみーちゃんです。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテログループ。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。